皆さん、こんにちは。日本をかくはく、結び大学でございます。今回のお話は、ド土偶と埴輪ということでお届けしていこうと思います。えー、日本の歴史講座の第10回になります。で、えー、まあ、埴輪と言ったらね、もう大体イメージするのが、もうこれですよね。まあ、こんな感じで、おとなしそうなね、いい顔してますよね、これね。この埴輪、こう短いね、剣を持っておりまして、まあ、全体にこう鎧を着てるわけですね。 で、こういうあの、こうね、もう優しそうな顔してる、えー、埴輪がですね、こう顔をね、ぐーっとこうやった瞬間に、もうフンの層が現れる。で、クレアーっと言って悪者たちを懲らしめるという、まあそんな映画が昔ありましたね。まあ、こういう大魔人逆襲なんで。このあの、大魔人って、普段はこっちの顔してるんですよ。はい。このおとなしそうなね、顔をしてるんですけど、ぐーってやった瞬間に顔、顔の色が、この黄色っぽいのからね、突然青い顔に変わりましてね。 よくできた映画だと思いますね。この大魔神シリーズってこれ、あの、今の CG の技術かなんかで、この大魔神シリーズ復活したら、きっと大変なことになるんじゃないかと、ないかなと思ったりするんですけども、えー、大変面白い映画がありました。確か3部作かなんかになってましたね。はい。えー、ぜひリバイバルで復活してもらいたいなと思っているんですが、まあ今回の話は、別に大魔神の話をするわけではなくて、ハニマの話ということであります。 で、この埴輪なんですけれども、何のために埴輪が作られたのかっていうことって、これ実は答えがでに出ているんですね。まあ、埴輪はいろんな形のものがあるんですけれども、えーこ、この埴輪というのは古墳時代の日本、つまり古墳が作られていた頃の日本に特有のお人形さんなんです。で、一般的には弾きに分類される素焼きの土器なんですけれども、えー、これは、 古墳の墳丘や増設の土の上に並べて建てられた。つまり古墳を作った時に古墳にまあ偉い人のねお墓を作るわけです。そうすると昔は大王例えば大王がお亡くなりになったということになると巡死する人っていうのをたくさん、えー、まあ要するに生き埋めにしたわけですね。人間を生き埋めにするっていうのはいくらなんでもかわいそうだぜということを考える人ってのはやっぱり世の中にいるわけで。 で、えー、我が国ではあ、人間を埋める代わりに、人に似たこういうお人魚さんを作って、それをあの古墳に副葬品として埋めたと。要するに、守り人として埋めたというふうに言われております。で、面白いのは、面白いのは、古墳、それぞれ非常に個性的な形をしておりまして、まあ、この辺帽子かぶってますよね。で、この帽子、 どっかで見たこととあるかなとこの帽子ちょっと日本人とちゃうよねこういう風な帽子とここから髪の毛を垂らすようなそういうヘアスタイルの国ってあるよねってユーラシア大陸の反対側の方にね、えー、それからどうも色合いがみんなこういう色だと思ったらどうももともと白っぽい色に着色されていたんじゃないかなんていうようなものも あるで,でこれ帽子だけじゃなくてこの髪,が髪の,毛の形がどうもこう違う。どうもこの辺のこう古墳を見るとおひげを生やしていたのかのような顔つきになっているという風なものも出てきちゃってるわけです。つまりこれどう何を意味してるかというとどうも世界中のいろんな民族というものを 象徴しているんではなかろうかと。ね、この辺の顔ちょっと変わってますよね、これね。世界中にはいろんな民族があり、いろんな暮らしがあり、肌の色もそれぞれ違う。そして帽子の形や風俗といったようなものも全然違う。そういう様々な国の人たちの姿を模したお人魚さんを、これを服装品としてお墓の周りに埋めていった。 つまり純一者と同じ扱いにしたでこれは例えば秦の始皇帝であれば平馬洋といって秦の始皇帝の直轄の,あの軍隊っていうものをこれをそのまんまお人形さんにして地面に埋めてますよね。一対一体は生きていた本物の兵隊さんと即位の状態で作ったのが中国で有名な平馬洋です。これは要すするるに秦の始皇帝をお守りする まあ言ってみればこの衛兵のような人たちというものをそのまんま丸ごとお人形さんにして埋めてるわけです。本物の人間埋めちゃったらこの衛兵いなくなっちゃいますからそんなもったいないことはしない代わりにそっ,くりそっくりさんを埋めるということをやってるんですけれどもでもそこにある兵馬用のお人形さんたちというのはみんな新国の人なんです日本の副葬品の埴輪というのは世界中の人々の 姿を模したお人魚さんんになってるんですつまり大きな古墳、例えば仁徳天皇の御陵なんていうのは有名ですけれども、そういう古墳の副葬品に世界中の様々な民族の姿をしたお人形さんを副葬品として埋めたということは、我が国の天皇、天皇のことをもともとスメラミコトという言い方をしました。我が国のスメラミコトというのは、 世界をすめらう、そういう存在である。まさに雨の上の人であるというふうに考えられていたというふうに見ることができるわけです。それが、それを象徴しているのが、埴輪であるということですね。それから、埴輪で特徴的なのは、埴輪の中には弓を持った人もいれば、 槍を持ってる人も人もものの姿の模型もあります実際にこうあの手の部分に穴が開いていておそらくそこにはこう槍かなんかがこう通してあったっていうことがこれが分かるわけです。そして、まあ、こちらにもありますようにあの剣を持ったこういう埴輪もいいもますつまりこの時代には武器を持つという文化が日本に入り込んできているきていたということが分かるわけですね。つまり こののの埴輪が作られれるようにななった時代とそれ以前の時代代と、そ以前大きな違い。日本人が武器を持たずに暮らすことができていた時代と武器を持って国を人々を守らなければならないという時代と大きく時代の構造が変わってきている1万4,000年という途方もなく長い期間にわたって武器を持つという習慣を持っていなかった日本人がなぜこの時代になるとこうして武器を持たなければならなくなったのか。それは、 周辺国との間での摩擦衝突要、要するに武力衝突というものを前提として国を守らなければならないというそういうことが始まったから。としかこれは言いようがないわけですね。だって1万4000年にわたって武器持ってなかったんだから。世界、世界ではね、あの4000年前、5000年前でもみんな武器持ってるわけですよ。 三千年前のヒッタイトなんて武器を持って周辺、周辺の国に征服してるわけですよ。日本では武器を持つ文化がなかった。というのは要するに人と人とか殺し合うという文化自体を全く持っていなかったってことですよね。ただそ、それでも、それでも、それでも、ね、武器を持たせるようにはなったけれども、でも、剣が短いんです。いや、わかんないですよ。もともとは、 こう長い剣、なんて言ったのここでね、何らかの衝撃でこれポッキリ折れてしまっただけかもわかりません。ただ他のものを見ても大体短いものが多いんで、この古代における剣というのは短いものだったんではなかろうかとまあ推定されている。まあ、実際のこれわかりません。もう一つ言えるのは剣と刀の違いなんですけれども、この時代のこれ全部剣です。で、剣っていうのは刀の両側に刃がある。両刃。 両刃これが剣ですねで片側だけが刃になっているのがこれが刀になりますで刀と剣って全然種類が違うんですねこの時代は剣の時代だったということが言えようかと思いますでこの埴輪埴輪が先ほどあくまでも生きた人間の身代わりだったんだということを申し上げました生きた人間の身代わりとして作られたんだということを申し上げました だからいろんな世界中のいろんな風俗を持った埴輪があるということは世界中のいろんな風俗を持った人たちが日本に来ていたということでもあるわけですね。でしょで、埴輪が実際に生きた人間を模したものであるとするならば、じゃあこちらはどうなんでしょうかということです。 土偶は基本的に全部胸が膨らんでいて、えー、基本的に全て女性だというふうに言われています。でこの土偶こちらの埴輪埴輪が人の代わり身代わりつまり純者の身代わりとして作られたという文化が要するに生きた人間の身代わりにお人形さんを 使うというう文化が突然じゃあこの時代に始まっったんでしょうかって考えるともともと我が国に古い時代からお人形さんを身代わりにするという習慣があったと考えるのがこれはやっぱり妥当じゃないかなというふうに思えるわけです。で、まあ、こちらの土偶なんですけども土偶というのは縄文時代に作られていた人および人型の素焼きの土製品で材質が土ではなく石のものもある。 石であれば岩具ままたは石石といいううふうに言います石で作られたものもあるんです。で木で作った木偶もある。ただ、まあ、縄文時代の種類はなくて、えー、弥生時代以降になりますと木で作ったこういうものもある。つまりあの土偶ではなくて木偶であれば弥生時代にもこういうものが作られていたんです。ということはですよ。縄文時代からずっとこの お人形が、さんがあって、埴輪が、埴輪が弥生時代に、弥生時代以降始まって、埴輪が人間の身代わりだとすると、これも身代わりであったという可能性がありますよね。土偶も身代わりとして作られた。で、先ほども言いましたように土偶が全て女性を模しているとするならば、ね、女性が死ぬケース、お亡くなりになるケースというのは、やっぱり出産の時が一番危ないんですよね。出産で、 母子ともに亡くなってしまうというケースが大変昔は多かったんです大変多かったんです愛し合ってるからだから奥さん妊娠するわけですでもその愛する奥さんが、ね、い,いよいよ愛の結晶である子供を産もうとする時にその,にあの出産の苦痛に耐えかねて途中で亡くなってしまうこれ現実に非常に多かったんですよねもしそうであるとするな,するならば例えばですよ自分ちの娘が妊娠した で結婚しして妊娠した、あるいは自分ちの女房が,が、ね、妊娠したってことになった時に周りの親戚や親戚やじいちゃんばあちゃんたち何心配しますとにかくとにもかくにも無事に出産を終えてもらいたい無事に元気な赤ちゃんを産んでもらいたいそして母子ともに無事で会ってもらいたいと思うんじゃないですかでそこで身代わりに身代わりに土偶を作っただから土偶は全部女性の形をしている。 でもそれがあんまりにもリアルに作ってしまうと神様がどっちが本物か分からなくなっちゃいけないんで、ね、神様こちら身代わりに持ってってくださいというものはちょっと現実離れしたものに作っておく。だって本物そっくりに作っといて本物の神様に連れてかれたら大変なことになるじゃないですか。だから本物とは違ってどうぞ神様こちらを捧げますのでっていうふうに作った。だから本物ととはちょっと違う形をしている いうふうに考えると、なんとなく推測がついてくるわけです。で、しかも面白いのは、土偶っていうのは、こういう完璧な状態で見つかる土偶というのはありません。全部、バラバラに割られた状態で、出土しています。で、そのバラバラに割れたものが、例えば、貝塚のようなところに、一箇所に埋められているんだったらば、たまたま落として割れちゃったんで、しょうがないからゴミとして捨てたっていうことになるんですけれども、 ところがこれを落としてあえて割って割ってバラバラになった部品部品というか欠片を村の四方にそれぞれ分けてバラバラに埋めてるんです。これ意図的に埋めたとしか言いようがないですよね。どうして意図的にバラバラに腕はあ,、えー、あっちとかあっち胴体は向こう足はじゃあそことそこに埋めてでてバラバラにして埋めたのか。 復活しされたら困るると思ってるわけでしょ生きた妊婦の代わりに神様に捧げたんだからね、捧げた以上もう復活されたら困るわけでしょで捧げた後であえてバラバラにして埋めたとしか考えられない。つまり妊婦の安全を願ったものなんだというふうに解釈する,するのが一番妥当なのかなって思えるわけです。これが何のために作られていたかというのはこれは我々自身が考えなければいけないことになるわけです。 本日お話申し上げました日本の歴史なんですけども実はこちらにあります「学校で教えない歴史の真実」というシリーズもの中の一つになりますでシリーズ全体はイニヤ塾の方でご覧いただくことができます最初そもそも歴史とは何ぞやというところから始まってで旧石器時代縄文時代弥生時代そして現代に至るまで全部シリーズでおそらく合計200回ぐらいのシリーズになってくんじゃないかなというふうに思っておりますさあ皆さん あなたはどこから？